回2時に1、3塁の同点期ではこの日、本塁打を放っていた大城卓の打席で、1ボールから1走、門脇が2盗を敢行。際どいタイミングながら、盗塁時にとなり、得点を挙げられなかった。攻撃的な走塁が結果的には裏目となったが、原監督は、あそこ盗塁しちゃいけないというのは全くない話でね。ただ、キャッチャーがいいボールを放ったなっていうところですねと、楽天捕手の大谷脱帽した。続けて、スタートもいいスタートを切りましたね。それがプロだから、相手が上回ったというところですねと、うなずいた。門脇って、ダイソーで出すほどのスピードはないよな。なんで重信使わないんだよ。重信は下手に打撃当たってるから、出せなかったんだろう。重信は、9回用に取っといたんだろう。それが原采配よ。結局使わないで負けたのは草。8回勝負でダイソー重信、正直これ見たかった気持ちは？門脇は初エラーのプレイもランナー見ずに、到底間に合わないタイミングでゲッツー狙いに行ってミスした。積極性は買うけどアピールした。過ぎて冷静さをちょっと欠いてるね。門脇の評価が下がりまくって、重信の評価が上がりまくってるな。若林の国差見ると、重信はドングリーズの中ではまともなんだと、よくわかる。ドラフト2位だし、もともと他のドングリよりは、力が上位でないと。門脇はこれに萎縮してしまうか、そうでないのかで今後の人生が、変わる。わざわざ、萎縮しないようにコメント出したんだから、大丈夫だろ。盗塁成功させたところで、意味あるか？絶対ダメではないけど、走らんでもええ場面なんよな。ホームラン打って、ルオーシロ信じてあげてほしかった。皆さんは、原監督の発言どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。